裸が一番いいんだけど。裸が一番いい。あ、これが一番いいんだけど。これがこれが。吉田会長がこう歌舞伎町で一筋で何年ぐらいやられてる？60年。昭和33年。はあ、でもやっぱいろんな女の子やっぱ見てこられました、うん、アジアの小国の人口ぐらい合ってるでしょ。あ、そんなに合ってる。めちゃくちゃ合ってますね。大体キャバレーっていうのは300人以上女の子いますから。はあ、なるほど。じゃあそんな吉田会長とちょっと龍が如くのキャバクラ系モードを一緒にやっていきたいと思うので、たくさん女の子いますんで、まあ、そういう子を見ていただいて、まあ、好きな子がいたら、はい、いいな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 ちょっとじゃあやっていきましょうか。はい、はい、じゃあ早速キャバクラの方に入っていきます。はい、キャバクラいらっしゃいますので、はい、ちょっとそういらっしゃいます。吉田会長いらっしゃいます。いらっしゃいます。はい、まずこの人のはい、この人ちょっと気になりました。オーナーさんですかね。あ、オーナーですか。やっぱあの手の置き方がまずダメよね。あ、本当ですか。だらんとしてる。だらんこれもうちょっとピッてしないと。しないな。いかんな。これ正しくは前に組むとか、うん、前にするかピシッともうちょっと手がね、はい、ピシッとこうしとか曲がってるじゃないですか。なんとなくこうだらしなさそうに見えますね。じゃあ吉田会長からするとこっち首。首までいかないと教育の余地あり。教育の余地あり。お客様は神様だっていう言葉があるようにね。厳しい。さすがですね。厳しいな。なるほど。ちょっと経営していきます。あれだ、喧嘩するタイプだもんな。なんかお客が文句言っても何この野郎っていうタイプだもん。あのオールバックの方ですか。出勤するメンバーを選んでいくんですね。でこれが今、在籍してる女の子たちなんですけど。なんかこの子気になるなみたいな子います。どれでもいいんですよ。どれでも、あ、なるほど。どれでもいいです。どう育てるかです。そうか、面接に来る子は選べないですもんね。選べないです。会長は。なんでこの子はいい、あの子はいいなんて言ってたらね。誰もいなくなっちゃう。なるほど。もうウサギでもタヌキでも豚でもいいんですよ。女の子でもないじゃないですか。だ、女であればいいんです。女であれば。ある程度。なるほど。そこからどう作り上げていくかって商品にするだけ。すごい。なるほど。ちなみに、園長さん、この子はどう育てていったらいいですか。この子時給4万ってどういうあれですか。取っ払いで1日働いた分4万。それは高いね。それ高い。この子に4万はちょっと高い。でも確かにこの子は同伴っていうスキルを持ってるんですけど、だから必ずこの子が出勤したら1人お客さんは必ずついてくるっていうスキルはついてます、うん、そのお客さんがどれだけ払ってるか、大体時給の3倍ですよ。12万のお客さんが飲み代を払って帰ってくれれば毎日だ、この子の給料は軽く起きます。なるほど。だから経営とすればこの人がいた方がいいかもしれない。ほう。会長、この方にお給料払うとしたらどれぐらい払われます。月給制に正社員にしてスタッフとして使った方がいいんじゃないですか。男出さない、ホールに出さない、出さないあ、なるほど。マネージャーというぐらいの地位に置かしてて、なるほど、女の子が仕切る側というか、仕切る側にしてて、月給制にした方が、本社員にしてて、月給制にしてボーナスを出すとか、利益率の貢献料を払うとか、売り上げが良かった時にはそれだけの分出すとか。じゃあこの子なんてどこでしょう。ちょっと色っぽいね。いいね。あ、この子いい。いいじゃない。あ、いいですか。育てるとしたらどう。そうですね。この子は厳しくしない方がいいかもしれない。なるほど、うん。厳しく育てない方がいいかもしれない。厳しくしたらちょっと折れちゃう。折れちゃうって感じが。ちょっと自分でこれがありすぎてる部分もちょっとあるかもしれないね。ちょっときつそうだもん。性格はちょっときついかなって言ってそうでもないんだけど、うん、涙っぽろいところもあるような感じがあるね。プライドがちょっと高すぎるというところはあるね。いやでもすごいすごい。この子本当にファニード×なんですよ。楽しさとかっていうよりは、うん、どっちかというとセクシーで押していくタイプの子なので、本当、うん、そうだと思います。いらっしゃいませっていう時の座り方がうまいと思う。座り方、なるほど。こう密着するみたいなことですか。うまくね、こうなんていうのかな、お客さんにあんまりこう嫌な感じを与えなく、あ、俺こいつ示してよかったなっていう感じをちょっと相手に与える感じはしないでもない。はあ。じゃあちょっと次の子言っていいですか。この子とかどうですか。小野美智子ちゃんっていうんですけど。あの顔は？顔これ。そうこれね。はい。まず年聞くよね当然。そうですよね。苦笑すぎますもんね。まずね。小野美智子ちゃんはいくつだろう。でも多分肩の辺から見るとそんな年いってない。年は行ってないと。はい、行ってないです。でなぜ選んだのこういう店をって聞くね。そうですよね。うん。それをかぶりながら。うん。ね、年とで出身はどこ？とね。あ、でこれ尾道区とあれなんですよ。尾道出身なんですよ。それで尾道区じゃん。なるほど。はい、でお父さんお母さんと一緒に暮らしてますかとかね。あ、なるほど。そういうとこから聞いていくね。そういうとこからその子が持ってるこう喋り方とかを聞き出していくというか。ちょっとそうですね。謎すぎますもんね。このまま。もうこのままではね。だからこっちも考えていかないから。なるほどなるほど。そこをお前わかんねえよじゃなく、もうちょっと掘り下げて、掘り下げていってあげて、向こうに原因がありますからね。そう。これ。こうで来られたらこっちはね。そうそうね。そうそうね。こうでひげでも生やされたらさ、ねひげ取ってっていうことを言わざるを得ない。言わないと。でじゃあこの子の育て方としては、まあいけるかな。よし、ちょっと使ってみるか。使ってます。なるほど。どんなお客さんに。つけたらこのちょっと年配のお客さんの方がいいかな。なるほど、うん、若い子はちょっと避けちゃうかな。そうですよね。ちょっと分からないよ、かぶってるしなんか感じがね。そうですよね。どんな女の子もやっぱ可能性がある。あります、全部あります。顔や形じゃないから。はあ。じゃあちょっとここのお店のナンバー1の子見てもらっていいですか。ナンバーワンがねこの子なんですけど、小雪ちゃんっていう子が今ナンバーワンなんですけど、この子パッとどんな感じの子だと思います。足が綺麗な感じの子だな。あ、これで足を想像されるんですね。あ、足が綺麗な子みたいになんかプツにお金かけてるような女の子のような気はするけれども、ちょっといい子だと思うなこの子。人見知りしそうだな。明るいね。よく笑うね。明るい、よく笑う、人見知りする。お友達になったりすると面白い子じゃないかな。すごい。どっちかっていうとこの子の魅力はその盛り上げるっていうよりは、そのお客さんと仲良くなってお客さんを喜ばせるタイプの子だから。でもそうですね。多分このナンバー1の子を着せ替えみたいなのができるんですよ。着せ替え人形ね。はい、色だと思う。色。はい。服はじゃあまあいっぱいあるんですけど、この子に合う服ってどんなのか。お客さんが選ぶものがあるからね。じゃあもう固定させない方がいい。させない方がいいと。絶えずこうお客さんが褒められたら、今日お客さんが来ったらお客さんの好きなのにパッと着替える。なるほど。だから洋服というのは難しいんですよ。これはダメだな。これはダメ。これはダメ。これどういうところ？これはもうステージの後ろのバッグとは全然ダメ。同じようなもんだ。なるほど。あ、そういうのもあるんですね。照明、音、光、匂いっていうのがあるんです。水商売はお店には。だから音と光と匂いを頭の中に入れて物を見ないけど。はあ。音って会話とか音楽とか人のざわめきとかお客さんのこう言葉だとかいうのが音って言うんです。で匂いっていうのは女性なんです。女性に匂いがない女性はダメなんです。花と一緒だ。女性は花だから。花に匂いのない花はダメなんです。はあ。光っていうのは照明なんです。いかにこうバランスよく自分が照明に合わせてものを身につけてるかとか、はあ、そういうものを勉強しないスタッフは今おそらく 90% でしょう、歌舞伎町の中で。それを知ってる人はほとんどいないと思う。まあ、白もいいんじゃないの。白。ただこの白なんかいいね。まあ今裸が一番いいんだけど。裸が一番いい。裸がないんですよね。裸ない。さすがにお店変わっちゃうの。あ、これが一番いい。これがこれは場所違いだろ。これが一番いい。これはプールじゃないんだから。じゃあこれの白とか。うんね。じゃあ今回は水着を着せて。いいね。じゃあ先ほど見てもらったメンバーと実際にじゃあ今日の出勤メンバー、じゃあこのメンバーで今日は出勤してみましょう。何人ですかね。8人ですね。はい、本当にサファークラブみたいですね。一人ね、一人はオレンジ入っちゃってるんでね、ちょっとあれですけど。面白いことをやるんですね。そうなんですよ。このモードでも本当に龍が如くっていうゲームの中でもやっぱシリーズとして結構人気で。だろうね。はい、これで1本ソフト作ってもいいんじゃないかっていう。もう考えて見れるし。楽しんで見れるし、でもここまで考えたのは吉田会長初めてだと思います。こんなしっかり一人一人見てくれたのは。これで回転ですね。いらっしゃいませ、お客様。もういいね。はい。あ、これ今メンバー一人浮いてますけど。はい。で、左上からお客さんがいらっしゃいます。あ、今来ました。はい。あの方にとりあえず誰をつけましょう。ちょっと慎重派というか、ちょっと明るい子つけてあげた方がいいですね。明るい目の子。さっき選んだこっちの子。この子さっきのこの子いいんじゃない？この子。じゃあかなちゃんつけます。かなちゃんつける。あ、かなちゃんがつきます。まず笑顔。はじめまして。まず笑顔だよ。もう育てられる。はい。あ、次の方も来てますね。左。ちょっとキョロキョロして。なんかトラックのイメージみたいな。トラック。ちょっと落ち着かないね。そうですね。そわそわしてます。そわそわしてますね。この子おとなしい女の子つけない方がいいね。おとなしい、ちょっと活発な子つけた方がいいかもしれない。逆にね。はあ。これじゃそわそわしてるからってことですか。そわそわしてるから。逆にそわそわ。ちょっとオーバージェスチャーの女の子つけた方が案外。おお。自分が静かになるかもしれない。こう落ち着かせてあげる意味でのっていう。さっきのあれ買ってこの子がいいかもしれない。この子早めに行きますね。みちこちゃん、みちこちゃん行った。みちこちゃんでこう気持ちをじゃあ、そうそう、さーっと入っていける子ね。なるほど。よろしくお願いします。さあ、そして今また左に行きました。はい、あ、座りました。今あ、ごく普通だな。あ、そうですね。もう誰でもいいかな。誰でもいい。じゃあ、まあ、この辺も誰でも。今でも売り上げ100万突破しました。おお。で、今お会計なんですけどね。まあ、今この感じのお客さんの雰囲気で、延長を促すか、お土産を渡すか、まあ、ただお礼を言って返すか、まあ、謝るか。延長の方だかな。延長みたいな感じがするね。促していますか。延長いただきました。会長やりました。延長いただきました今。はい。延長いただくと今フィーバータイムってだってガンガンお酒頼んでくれるっていう。そしてまた新しいお客さんが左下に。あ、8ね。なんかこの特にこのお客さんみんなちょっとそわそわしてますね。お客さんがみんなそわそわしてるからね。ざわシーッとしてる人いないよな。みんなそわそわしてキョロキョロしてる人も少ないね。みんなね、一元さんなんですかね。そうだよね。上から3番目のこの子、小雪ちゃん、ナンバー1。はい、じゃつけてみます。はい。あ、じゃあ。あ、水着ですね。そうだそうだ。うわー、これ誰が来ても嬉しい。よろしくお願いします。これは誰来ても喜んじゃう。喜んじゃうですね。逆にしょぼれちゃう。あ、また入ってきた。なんかなんかシャカシャカ。入ってきたね。普通の人だな。普通の人だな。あの子でいいんじゃないの？なんかちょっと一番上のオレンジ。あ、みちこちゃんで。みちこちゃん、おもちゃんで。あ、でもみちこちゃん相性バッチリみたいですね。この子面白い子なのかなと。そうですね。多分右下のお客さんが結構楽しい子が好きだったみたいな。ああ、そうかそうか。相性がバッチリみたいです。あ、トラブル発生です。どこ？またここです。あ、またこれはもうね。撮影禁止。撮影禁止。そういった行為は無事解決しました。助けを求めてるみたい。助けを求めてる。こんなんかちっちゃいレディーグラス。レディースグラス。あ、そう、あ、正解です。来ました。一気に今コンディションが上がりました。これ理事長がやると違うんですよね、やり方が。なるほど。見せると違うんですよね。サインが違うんですね。これお会計ですね。どうしますか。ありがとうございましたかな。ありがとうございました。機嫌もよく大満足で帰られました。ありがとうございました。あ、タイムアップで、はい、これで今営業終わりました。はい。で、売上今日の収益440万です。はい。さあ、飲み行こうか。そうですね。あ、でも小雪ちゃん、水着にした小雪ちゃんが190万の売り上げを今日達成いたしました。はい。みちこちゃんも50万、園長も90万。なので、でも吉田会長が選んだ3人が3トップに入ってますからね。はい。しっかり売り上げて。これ今実際にいろいろ采配してみて、その現役時代と似たところとかってありました？やっぱりトラブルですよね。トラブル、それから入ってきた時のお客さんの素振りだとかね。まず初めて来てなんか不安なお客様、不安定ないろいろありますよね。例えば高いんじゃなかろうかとか、どんな女の子がいるんだろうかとか、どんな女がつくんだろうという、そういう不安をちょっとこう観察するというか、こいつはあんまり使わすとまずいかなとかね。でやっぱり我々パッと入った時に中年の人だったらね、服装を見るんですよ。例えばいい靴履いてるとか、いいベルトしてるとか、いい時計はめてるとか、指輪してるとかでパッと見てね、こいつは取れるぞとか、こいつ取ると絶対トラブルになるぞって大体 70% 当たる。お客さんがこう暴れかかるそうなこうトラブルがあった時にパッと誰かがいて、あ、これはやばいなと思った時に我々出ていくじゃないですか、いうタイミングを間違うと大喧嘩になっちゃうじゃないですか。ちなみにそういう時ってどういう声のかけ方ですか？腰低くさっと入りますね。自分だと腰低く入って、お客さんちょっとここじゃなんだから、他のお客さんがいるからちょっと私が責任持って話しますので行きましょうって言って、お前なんだよって、いやここの責任者ですって言って。そういうこと出てくれますよね。責任者と言われて年だから立てないかんなというところは多少あるから。で出てた時にいきなり変えて態度、お客さん何ですかと。おお、変わるんですね。ポロッと変わらないと舐められちゃうから、ずっと舐められてきちゃうから。はあ、お客さんそんな面白いんだったらもう帰りなさいよって、もうそこまで言っちゃいますよ。それ口調ってそれぐらいですか？もう口調ってまだ引き返しです。てめえこの野郎。結構行きますよ。結構行くんですね。もう相手もね、半分不安だから。ああ、なるほど。ここで店で暴れてるということに対しての不安はあるから。はあ。その不安に押し付けちゃう。なるほど。そこで頭下げたらガッとくるから。はあ。すげえ。だから喧嘩の方法だよね。必ず相手も怖いから、こっちも怖いから。だから怖い者同士が喧嘩するから、怖さを省いた方が勝ちですから。昨日もちょっとワイシャツにこう入れ墨がこう両方見せて。で入ってきた。で女の子のあれなんだヤクザがあったら、いや違いますって。で連れのお客さんちょっと知ってるから呼んで、お客さんあの人ヤクザって言ったら、いや昔ヤクザだったけど今仇になってって、あそうっつって。でそのお客がトイレ行ったからわざとトイレついて行ったの俺。トイレお客来たからトイレ一緒について行った。で向こうも証明したの、こっちも証明したと。だから向こうから話しかけてきたね。ついてきてるってこと知ってるから。でいた、悪いね、ここ今日入れる、俺長袖できなかったからって向こうから言ってきたから。そういうテンション、そういうテンションも初めから作っていっちゃう。だから向こうが謝った「俺敵だから今は」って言うから、だけど入れずに見せたらまずいよって言って、そうですかすいませんでした。結局じゃあ謝ってたな。あすごいな。でテーブル帰ったらビール1本出しときなさい。でこっちがサービスにパッと。そしたらもう帰るまで恐縮して帰ってっちゃう。いやーかっこいいな。これがもう抑えて抑えきれる一つの方法よ。すごい。てめえこの野郎なんて言ってて、なんだあの野郎ここの店のやつで思われてて、それで終わっちゃったら外行って言うから、そこで一本ピシッと詰めて俺が行って頭下げて、お客さん失礼しました先ほどだと言っときゃ、もうこれで終わりです。僕は今度俺に対して次来たら会長って言ってくる。そのモーションもこのモードに欲しいなかっこよく解決するそうやっぱりそういう部分も一つの方法ですよ。だから土下座したこともありますよ。すみませんでした、申し訳ありません。そこがまたかっこいいですよね。別に責めてばかりじゃないというか、仕事に恥ずかしいなんて思わない方がいいですよね。仕事だから頭下げてもそれも仕事だと思えば、周りの人がどう見るかそんなことは関係ない。